ミカエル・メルケーフは、デンマーク、コッケダル出身の自転車競技選手。ミケル・モルコフなどとも表記される。現在は、UCI ワールドチームである、ドゥクーニンク・クイックステップに所属。トラックレースとロードレースで活躍しており、トラックでは2020年東京オリンピックでは、マディソンで金メダルを獲得。世界選手権では2009年と2020年の2回マディソンで優勝している。 ロードレースでは世界トップクラスのリードアウトマンであり、デンマーク選手権、ロードレースで3度の優勝、ブエルター・エスパーニャでも2013年にステージ優勝を挙げている。2007年、2008年と団体追い抜きのチームメンバーとして世界選手権自転車競技大会で実績を挙げ、北京オリンピック団体追い抜きでもメンバーの一員として銀メダルを獲得。 2009年のトラックレース世界選手権では、アレックス・ラスムセンとのペアで、マディソンを制した。また6日間レースでも、ラスムセンとのペアで、グルノーブル6日間レース連覇等の実績を上げている。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2018年、2019年、2021年。ありがとうございます。